こんにちは、吉田さん。ストレスとか劣等感って、ものすごくね、私はチャンスだと思うんですよ。まあ、ズバッと言えばね、お金になるかなと思うんですね。ビジネスって結局、人が困ったってこととか、苦しいってことを解決してあげるのが、まあ、仕事になると思うんですよ。お金になると思うんですよね。まあ、ですので、自分が苦しかったり悩んでいたことって、そこからどう立ち直ったのかなっていう、どう立ち直っていくのかなっていうふうなね、それを考えるとね、すごくワクワクして、落ち込んだところからブワッと復活したことって、そのストーリーっていうのは自分の成功体験でもあるけども、他の人に提供できるね、ものすごくいい商品になると思うんですよね。で、多くの方が、例えば、モテないとかね、振られたとかね、お金がないとか、いろんなストレスや悩みを抱えてると思うんですよ。で、すべてのことに解決策がないかっていうと、解決策が全くないものもありますけども、多分ね、多分ほとんどのことはね、何がしかの解決策があるんですよ。で、その解決策をこう見つけてあげるのがビジネスであったりコンサルであったりすると私は思うんですよね。どんなことにも解決策があります。太りすぎちゃった、ダイエットしたいなと思えばライズアップがあるとか、それから大好きな女の子がいるけども自分はもう40代後半だからモテないかなと思ったらね、言えばなんとか攻略する恋愛術みたいなのがあるわけですよ。で、確率をどんどん高めていったりとかする。で、中にはうまくいっちゃったりすることもありますしね。で、健康を壊した方には、ちゃんと医療ってものがあったりね。それこそ万能ではないけども、救える人が、やっぱり何人かいるっていうかね。そういうところがやっぱり希望だと思うんですよね。だからどんなに落ち込んでも、どんなに、なんかストレスを抱えても、どんなに惨めでもね。じゃあ本当に自分は、有史以来人類の中で、誰一人救われないようなね、自分なのかってことなんですよ。おそらくそうではないかなと。何かしかの打つ手があって、その打つ手に出会えてないから、その打つ手を知ってる人となんとかつながっていけばいいのかなと思いますし、まあ人に出会えなくても今はね、スマホ持ってる方は検索でたどり着くことができると思うんですよ。で、検索でたどり着く、その検索方法すらわからない人はわかる人に、上手な検索する人に頼ることもできるし、もっと言ったら検索方法を検索するみたいなね、そういうふうなやり方もあると思うんですよ。で、さっきね、吉田さんがデフォルトっていう言葉で、まあ、テーマでね、動画撮られてましたけども、まさにそうなんですよね。もう今更聞けない言葉って結構あるんですよね。で、それをこっそり検索して、ああ、よかった、解決したっていうことが一アクセスになってるんですよ。ですから、知ってるようで知らない言葉を散りばめておくブログっていうのは、結構ヒットするんではないかなと思ったりね、その、マイナビかなんかの記事でしょ？今更聞けないビジネス用語とかって、結構ね、お互いアジェンダとかね、なんか言ってますけども、わかんない人っているんですよ。で、その場で、何ですかそれって聞いたら、しらけるから、分かったふりして、やり過ごすとかね。私ね、昨日ね、XOXO っていう、スラングを知ったんですけど、意味わかんなかったんですよ。でもこれ、1歳児とか2歳児が勉強する言葉なんですよね。で、XOXO ってなんだろうと思って、すぐ検索したら、まあ、キス&ハグのこと、要するに、愛情を示す表現で、文章で書くときのラストシーンに XOXO って書いて愛情を伝えるみたいなね、 With Love みたいな感じだそうなんですよ。あ、一個賢くなったなみたいなね、と同時に自分は今度検索元になれるなと思ったんですよ。 XOXO は何っていう風に迷ってる人に、それはねって教えてあげれるということで、一つ悩んで一つ解決したら、それは自分の解決でもあるし誰かの解決にもなるんだなってことなんですよ。だからトラブル、ストレス、どんとこいみたいな感じですよね。いろんなことで私は困ってきました。いろんなことで行き場を失ってきました。でも今それがなぜか知んないけどね、全部解決できてるってことは、まあ全部じゃないにしても似たような悩みを持った人の解決方法は体験や学習からお知らせすることができるんではないかなと。で、それが結局感謝となりお礼となって入金になってるっていうのが、まあビジネスができてるってことなんだろうなと思うんですよね。返す返す情報っていうのは今すごく大事で、知らないから損をしてたとか、知らないから失敗して復活できなかったっていうことがないようにね、知らせていくってことは何よりなんだろうなと思うんですよ。で、今回特別定額給付金ってことでアクセスが集まった中で、私ポイントサイトとかセルフバックっていうのを発信してるのを見つけた方がいてね、まあ、それですでにこのね1ヶ月、特別定額給付金の5万10万が早く出るんだ、いつ出るんだって待ってる間に、あ、もう久保さん5万円稼げました、10万円できましたって方がもうね20人以上現れてきて、いや、それは良かったなと思いましたよ。私もね、だから特別定額給付金が出ればいいなと思うんですよ。で、多くの方が助かると思うから。でもただ待ってるだけなのか、こっちでね待ってる間にやることをやっていくのかによって、
まあ、給付金が出たらダブルでいいじゃないですか。で、給付金出なくてもこっちでポイントサイトとかセルフバックで10万とか20万できたらいいですよね。で、ポイントサイトについてわからないことがあったら私がいますよってことを言ってるわけですから、まあ、そういうことを考えたらね、ポイントサイトとかセルフバックをやり込んできてよかったなと思いますし、また一つ役に立てることがあったなと。もちろんね、その先に速稼塾に対してどう考えるかってことはもう別物ですよ、そんなのは。とりあえず私は速稼塾に引き込んでやるって思いは全くなくって、とりあえず目の前の人の困ったを解決したいなっていうものがもうね、ほんと染みついてるし、まあ、私じゃなくてもそれすると思うんですよ。助けれる方法があるんだったらもうね、自分の損得抜きに目の前の人をとりあえず助けてみるってことをみんなすると思うんですよ。それは本能だと思うんですよね。だから私はそれ、これからもね、そういう形で続けていきたいと思いますし、あの、アクセスを集めたいっていうのは私確かにあるんですけど、それはなんでかっていうと、自分の広告単価が10円上がればいいなみたいな、そのせこい話じゃなくって、これによって私に関心を持ってくれてね。で、行き場がない。自分はもう何をやっているか分かんない。もうステイホームで家からも出れない。で、職場も追われて、家賃も払えないって方が、最後のチャンスとして5万とか10万っていうのを自力でね、スマホ1台で作れたらむちゃくちゃいいなと思ってたんですよ。だから私が2013年からずっとやってきたその稼ぎ方っていうのは本当の意味で今役に立ててるなと思うんですよね。で、まあこれはおまけですけども、当然ですけども、そういうことをやっていったら速稼塾に入りたいって方はそれ出てきますからね。今日も入塾の依頼があったり、昨日も吉谷さん入塾のね方がもう入金の連絡が吉谷さんでいる時にあって、今日もなんですけども、多分明日もあるでしょう。だからこれはね、100人の人とは言えないですけども、何十人のもの人の役に立ったら、その中の何人かは恩返しで、まあ、速稼塾に入ってもっと勉強したいとか、とりあえずお金を払って、お礼を表現したいという方は絶対あられるんでね、そんなね、自分の損得抜きにやっても結局ビジネスになるなというふうに私は思うんですよね。まあ、いろいろと話しましたけども、人の困ったを解決することが自分にはどれだけできるだろうかというのの元には、自分が自分の困ったをどれだけ、ね、解決してきただろうか、もしくは人に頼んで解決方法をそんなね恥ずかしがらずにちゃんと聞いて、それを素直に実行して本当に復活しただろうかってことがものすごくテーマにあるんじゃないかなと思いますね。だからもう本当困ったらね、素直にね、周りの人に困ってます、助けてくださいっていう、このね小さな勇気が全て突破させていくんじゃないかなと思いまして、今回の動画にさせていただきました。それでは行ってきます。